こんばんは。ただいま。天気は良くないよね。ただいま。ちょっとしんどいです。しんどいしんどい疲れちゃった。ただいまです。いやーめっちゃ疲れた。今日ちょっと15分で終わろうかなと思ってます。ごめんね。私の体力がもう持ってます、持たないです。明日も公演だから、もう帰ってきてさ、やばい、久しぶりにもうって叫んだ一人でなんか洗濯物も何にも片付けられてないし、部屋も散らかってるし、汚いし、もうって叫んだけど誰も助けてくれはしないから、なんかってなってる今。もう嫌だってなってるけど、もう自分で何もかもやらないといけない。それが一人暮らしだからもうってなってる。何もできなくてももうってなる。掃除もしてないし、もうでも考えたら泣きたくなるから泣かないんですけど、明日めっちゃ明日公演来る方いない？そんな当たった、みんなすごいね。頑張りますよ。頑張りますけど、ちょっと私まだ起こせてなくて、ロケ中の移動でちょっと見たりはしてるんだけど、それが脳に入ってるかって言われたら。今日さ帰りにさ鍵をさこれにつけてるんだけどさ、これを探したらさ鍵がついてなくてさ、終わったと思って、鍵なくしたと思って、あさったらあったからよかったんだけど、くしゃみやばかった今日。テレビの音絶対でかい。とりあえず何をしたらいいかって言ったら、公演動画を見ること、絶対お風呂に入る。ちぎれてはない、多分取れただけか。洗濯どうしようかな、やるべきかな。お風呂は明日の朝とかマジで考えられない。今日一日外に行ったのに考えられないよ。絶対汚いやん。無理。無理んが無理んが。よし着いた。みんな一日外した中でさ、お風呂明日とかできるの？逆に無理。無理よ。私絶対無理。ああもういっぱいある。ゴミはゴミでまとめます。ゴミはゴミですね。洗濯はもう諦めるか。
択は諦めるわ一旦。ね、ちょっとならいいけど、私はもうこんな一日歩い外を歩いた中で、いや今日のロケの、あでもお土産か、めちゃくちゃ今日お土産、今日もお土産もらって、そう、まあでもこれもネタバレになっちゃうから言わないでこう。これもお菓子、お菓子ボックスいっぱいだよ。ダイヤくん、朝洗濯しないも明日洗濯しない、ありがとう、タワー、ひな祭りタワー、ありがとう元気出してのタワーかな、ありがとう、嬉しい。明日は何もしできないな、もう明日の朝の洗濯とか絶対しない、しないです、しないしない、いやでもな、しといた方がいい気がする。明日みんな誰が来る、誰が来るってのはあれかな、明日公園来るよって方どれくらいいますか。うん、一旦落ち着く、もう頭の整理がつかない。今めっちゃいるやん、もう間違えられない、頑張らんと。結構いるね、なんかさ、もう3時間もっと2時間ちょっとくらいずっと海辺にいたんですけど、ロケで海に行くと入ってないけど疲れない、わかりますかこの感情。なんかクッキーみたいなのいっぱいあるの、そう疲れる、髪の毛バシバシなの今日だから、私ボックスパンパンになっちゃった、もう一旦置きます。もう部屋の掃除したくなってくる、もう良くないよねこれ、でも絶対今じゃないことは分かってるんで、これは絶対風呂入るんで、目をガサガサうるさいよね。頼んだものが届いたので開封します。でもな、結局寝ないんだったら洗濯回しとこうかなとかなっちゃうんだよね、わかる、やばい、もう部屋に段ボールとかめちゃくちゃ置いてある、もうゴミも捨てに行けない状況、何これ、
ててててでーん今日のご褒美、今日のご褒美ってかずっとご褒美頑張った、もうこれを楽しみに帰ってきたようなもんです。 AirPods 買った、イエーイ。普通の AirPods にしたはず、多分。毎日ご褒美だよね、本当にさ。柔軟剤、暖房つけようかな、ちょっと 3世代もうサマンサのイヤホンちゃんが充電の減りも早いし、あとなんかここも飛んでっちゃったんで、まあ、もう電話もなんかしにくくて、これで電話しにくくて、ちょっともうお別れしようかなと思って。寿命ではないんだけど、まあ、使いにくい、電話が左耳しか聞こえなくてって感じ。まだ今開けた、買いました、ありがとうございます。あとこれのファブリーズも買ったので、もう明日届くかな、明日届く。明日届くです。洗濯回すか、畳むのが嫌なんだよな。まあでも絶対起きてるだろうしね。明日の電車調べる。そうだよね。明日東京マラソンなんだね。皆さん来るときはお気をつけよう。嘘、そうだよ、知らなかったの。そうだよ、東京マラソンで読みました。遅くて9時に起きる。わあ、2時には寝たいかも。さすがに、さすがに寝るか。さ
すがにね今日はちょっとゆっくり寝たいな。ここ何日からもう疲れが来てる。明日の公演に疲れが出てほしくないからね。朝ちょっと早めに起きて掃除でもしようかな。線22。なんかさめっちゃ目疲れてない？姫はねなんやかんや言って自分の家じゃないしゆっくりすることはできないかな。眠かった。帰りのバスも寝れなくて。エアポッツ開けてみようかな。どうやって開けんだろう。どうやって開けんのこれ。初めて人生の初エアポッツ。本物だよねこれ。なんかちっちゃい。思ったよりこれだったからさ、なんかさピキって言ったらさ勝手に繋がるんだよねこれ。どちらかの AirPods を1回押すと再生またははめろってこと。これあすごい。嘘。壊れてるこのエアポッツ。そういうことじゃない。ドゥドゥンって音鳴る。エアポッツって繋がってんのこれ。繋がってるわ。ドゥドゥンっていう聞いてみる音楽。あ、わあ、めっちゃいい。
ごい音楽聞こえる。二人の、私毎日これ聞いてるね。 iPad に接続された今しまいます。あ、でもこの耳の形にちょっと私慣れるまで時間かかるかも。はい、なんか AirPods するとさ影響すごい。え、これさどうしたら満タンになるの？緑いく光ったら満タン？私機械音痴だからな、ごめん。なんか自動で接続するの困っちゃう。はい、エアポッツデビューでしゅ。エアポッツの使い方わからん。便利よね。充電何時間持つんだろう。これさ、もうわかる？なんか雨で、雨じゃない、海の風でこんななんかめっちゃパッサパサのベッタベタになってる。バシバシよ、もう。6時間結構持つね。すげえ、さすがエアポッツだ。髪の毛何がいいかな明日。ちょっとちょっと好みで食べる。何にしようかな。でもだいぶ伸びたんだよな髪の毛。たまにはアイドルっぽくハーフツインでもしてみますか。痛そう、似合うなそう。ツインはもうしないね、この長さは絶対。といって巻き下ろしもね、まあ、たまにはアイドルっぽいのでもありだよね。ポニーがいいんだ。ポニーでもいいけど、ハーフアップとか。
まあ希望があれば送ってきてください。じゃあちょっと早いけど今日は終わります。明日元気で頑張るために終わります。ちょっと急いでお風呂に入りますね。ごめんね。じゃあランキング見ます。13位夢こぶちアットマークなとりどんさん、12位クロケンアットマークエアポッツデビューおめでとう大事に使うんだよさん、はい、11位まぼろしさん、10位ゆきさん、9位やっすんさん、8位茨城の大マットマークなとりどんさん、7位さざびさん、6位のりーさん、5位マイキーアットマーク今日も朝からロケお疲れ明日久々公演頑張ってねーさん、4位ゆりかアットマーク明日のしずく公演行くねーさん、うん昼夜どっちかな見つけるね。いやもうやだ全部が嫌になる。13位ささびさん、12位ペロペロチーノさん、11位のりさん、10位 YK さん、9位服部の牧場長さん、9位間違えた8位チョロさん、7位幻さん、6位ひゆかの中心さん、5位ゆりかちゃん、4位 TK トンカットマークタイのなとりどんさん、3位ゆきさん、2位イナジアットマークうな鉄の成長見守りたいさん、1位ダイヤカットマーク明日プレゼント持ってく姉さんです。ありがとうありがとうございます。そうということで明日は久しぶりにアイドルとしてのお仕事がある。アイドルっていうかライブ踊ることが、うん、まあうん AKB のことが久しぶりだからアイドルライブが、うん頑張ります。明日昼、めっちゃ来るね、明日。頑張るわ。じゃあ、気合い入れて頑張っていきましょう。ということで、明日はあったかいんかな？あったかいですか、明日。頑張ります。ということでおやすみなさい。今日より寒いんだ。じゃあダメだ。おやすみなさい。バイバーイ。